これは正捕手を諦めた男の物語である。2024年この世界戦ではヤクルトスワローズが5位に沈んでしまう。明らかな課題は投手陣だ。リーグワーストの失点数でいくら打っても勝てない。そのためオフのドラフト会議では投手の補強が最優先となっていた。まず1巡目は甲子園優勝右腕の山中を一本釣り、そして2巡目には社会人速球派の笹島を選ぶ。3巡目も大学生左腕の古山を指名し、順調に投手陣を上位で獲得していった。その後他球団が指名を終了しだした終盤、スワローズスカウトは残っている掘り出し物を見つける。それが6巡目指名の愛媛出身の高校生捕手設楽健斗だ。高校では強肩と鉄壁のフィールディングで名門校のスタメンマスクをかぶっている。持って生まれた肩の強さと守備のセンスにより2年生で内野からキャッチャーに転向したようだ。3年生になると高校世代ナンバーワンの称号を手にし、本人もドラフト会議では指名される自信があった。だが蓋を開けてみると6巡目まで指名がなく、全体でも後ろから3番目の指名になってしまう。ちやほやされた高校時代とは違い、プロのスカウトから見れば設楽は所詮このレベル。いきなり鼻をへし折られた彼だが、もう一つ不運と言えることがある。それがスワローズからの指名だ。実はルーキーの郡山が開幕からマスクをかぶり、新人王を獲得するほどの大活躍。打てば安打製造機なミート力に2桁ホームランを打つパワーあり、さらに守備は肩が強くリード力も抜群だ。捕手の頭数が少ないので設楽を獲得していたが、正直向こう15年は23歳の郡山でいい。設楽もリードや守備での動きがいいものの、さすがに打撃力で郡山とは雲泥の差である。果たして高校最強と言われた設楽はプロで正捕手になれるのだろうか。彼のプロ野球人生がスタートした。1年目、阪神がまさかの100勝という恐ろしすぎる強さを見せている。先発6人が2桁を勝ち、そりゃ100勝するわという投げっぷりだ。一方で入団時に自信を失っていた設楽はめちゃめちゃ守備力が上がっているではないか。たった3ヶ月ほど守備練習をしただけで一気に守備力が向上しているようだ。さらに守備での動きが良く、高卒ルーキーながら職人の域に達しており、コーチも正直言うことがない。欠点は高2から捕手を始めたため、配球面でまだまだ勉強が足りていないところか。ただこれだけの守備力があっても1軍には呼ばれない。打撃がまだひ弱という点と、やはり正捕手でスターの郡山の存在だ。いくら守備が上手い設楽でもかなわない。とはいえ守備のセンスがありすぎることが分かったルーキーイヤーだった。2年目、設楽はさすがに1軍に呼ばれず、ひたすらファームで練習に励んでいたら1年が終わる。がやはりこの男は特別な存在らしい。早球練習に励んだら1年でトップクラスの技術力に。どうやら特殊能力が伸びやすく、技術の吸収力が半端ではないようだ。とはいえスワローズでは古賀や小塚が打撃絶好調でも郡山の順番待ち、先輩たちですらマスクをかぶれない状況なので、設楽の守備力が披露される機会はまだない。3年目、打撃は相変わらず成長がないので、オープン戦から全く調子が上がらない。しかしマスクをかぶればかなり頼りになる。山足を刺すほどの強肩だ。そしてこのシーズン正捕手の郡山はチャンスに強い打撃で打率2割7分6厘12ホームラン。侍の扇の要にも抜擢された彼はキャッチャーとして十分すぎる打撃だ。さらに守っては盗塁阻止率6割2厘の強肩。彼の登場でもう古田の幻影を追い求めなくて済む。そんな男がいるため設楽は引き続き2軍で練習だ。だが中盤で晴れて1軍の試合に出られた。2打席だけだったもののプロ初安打を放ち、しかもそれがタイムリーヒットである。センスはあるのだが、いかんせん競争相手が悪かった。めきめき守備で成長しているので使わないのはもったいない。4年目、さすがの守備のうまさで1軍の変化球をしっかり止めてくる。しかしリード面では勉強が必要だ。捕
捕手としても打者としても郡山に遠く及ばず、2軍で守備練習に励んでいた設楽。1軍でチャンスはもらえなかったが、コーチは思った。こいつ守備がうますぎる。そしてこうも思った。内野手もいけるのではと。守備に関してはルーキーから職人クラスの設楽。練習でのノックも内野手顔負けの動きを見せていた。郡山がいる限り正捕手はかなり厳しい。だが捕手を諦めれば1軍で出られる可能性もあった。守備に大きな才能を秘める設楽に、球団は経験のあるショートの練習をさせてみる。5年目、ついに捕手として完璧な能力になり、チームの大スターになっている28歳郡山。しかし後半に3週間の怪我をしてシーズンフィニッシュだ。そんな状況で呼ばれた設楽は2試合で使われ、打率4割で1ホームラン4打点とかなりの活躍だった。ただ打撃は彼にとっておまけで、真の実力はその守備センスに表れている。2軍コーチの教えをいとも簡単に吸収し、ショートも1軍トップレベルの動きになった。これは彼のコンバートを画策したコーチの予想をはるかに上回る才能である。正捕手は諦めたものの、たまにマスクをかぶれ、ショートならスタメンへの手応えを感じているからいい。先輩長岡がこのシーズンは不調に終わり、昨年まで正捕手を目指した男が虎視眈々とその座を狙っていた。6年目、1軍に帯同し登録は捕手だが、出場はほとんどショートだった設楽。球界でも珍しい捕手とショートを守る設楽だが、打撃は苦手なようだ。全然打てないため、53試合の出場のほとんどが守備固めとなっている設楽。打てたヒットはたったの1本ではあるが、ミート力は着実に上がってきている。ショートでは素早い動きを見せ、郡山が休む時にはマスクをかぶれるという聞いたこともないユーティリティ性で、最後まで1軍に置いてもらえた。7年目、ショートでの試合数増加からキャンプで本格的にコンバートすることに。そして1軍で初めて2塁打を打ったら、何かを掴んだのかミート力がもりもり上がっている。とはいえ全然打席に立たせてもらえず、打てたヒットはまたも2塁打1本だけだった。それでも打撃は度外視で1軍に帯同。守備固めとして62試合に出場し、優勝と日本一に貢献する。ショートがメインになっても捕手としても出場あり、万が一のことがあった時は彼が呼ばれるようだ。数年前の高校ナンバーワン捕手が今ではショートとして鉄壁の守備をする世界線。8年目、打撃レベルの向上が評価され、一気に出場機会を増やしていた設楽。137試合に出場し規定打席に届き、打率2割3分7厘で37打点を稼いでいた。選球眼を磨き、以前と比べ物にならない打撃だが、 OPS は 0.5 とまだまだ課題が多い。ショートが専門になったものの、打撃好調の勢いで9試合でもマスクをかぶった。さらに本職ではゴールデングラブ賞を受賞している。ついに彼の守備のうまさが世間に露呈してしまった。9年目、課題だった打撃が改善し、このシーズンはヒットを重ねている。下位で自由にバットを振らせてもらい、打撃でも生き生きだ。後半に調子を落としてしまうものの、怪我やスランプがあったこのシーズンで2割7分9厘打てたのは非常に褒められる。ファンからの信頼もぐっと上がったようだ。全試合にショートで出場した設楽、2度目のゴールデングラブ賞も受賞し、守備では右に出る者はいない。スワローズには郡山のせいで出場がない小塚や横森といった優秀なキャッチャーが揃う。先輩たちもショートやりましょうよとコンバートを勧め、ちょっとうざかった。10年目、肉離れを起こし1ヶ月の離脱となり、歯がゆい思いをしてしまう。打率3割を目標にシーズンに臨んだが、調子が全く上がらない設楽だった。3割には遠く及ばない打率2割4分8厘。2本のホームランを打つものの、全体的に数字を落とす。さらに115試合出場と規定打席にも届かない。常に順調にいくとはいかないのがプロ野球界だ。
連続受賞していたゴールデングラブ賞も逃してしまい、試練のシーズンとなっていた。ちなみにあの郡山さんも何とも言えないような成績になっている。しかしこれでも10年連続ベスト9で球界のレジェンド捕手に君臨していた。11年目、28歳にもなり、そろそろこの辺りで成長が止まってきてしまった設楽。1年を通して打撃は波に乗れず、ホームランも出ない。打率は前年よりも落とし、バッティングはいまいちだ。しかし守備の人なので打撃はこれくらいでいいか、ショートとたまにキャッチャーの守備で貢献する。圧倒的な守備範囲と正確な送球で通算3度目のゴールデングラブ賞を受賞していた。12年目、2年ぶりのホームランも放ち、これが通算500安打の記念すべき一打だった。音色になったショートとタマーのキャッチャーでいい動きを見せる。2ホームランというキャリア最多ホームランを打ち、キャリアハイの42打点を稼いだ設楽。8番で相手バッテリーが油断した瞬間にヒットを打ち、ランナーを返していたようだ。彼が2割5分5厘も打ってくれるほどチームは調子が良く、スワローズは3位からの下克上で日本一を達成した。ちなみに日本シリーズ MVP は駒場。圧倒的な打撃力でヒットを量産しつつ塁も盗む。ドラフト4位の男がここまで進化した。スワローズが打撃モンスターに育ててしまったか。一方であの郡山は設楽程度の数字になり、35歳という年齢には抗えないようだ。彼の12年連続ベスト9を阻止したのは中日の立山。プロ2年目の24歳の登場に時代の流れを感じた。13年目、2年連続で3位からの下克上を目指し、クライマックスシリーズで打ちまくっていた設楽。以前より大舞台で頼れるバッターになれた気がする。残念ながらクライマックスシリーズで敗退していたものの、守備の人設楽はノルマクリアとなる打率2割5分1厘だった。左投手に2割ちょうどと抑え込まれなければ3割に近づくような数字を残せたかもしれない。全試合に出場しゴールデングラブ賞を受賞するディフェンス、あとはもう少し打てればチームの顔になれるか。このオフ FA で巨人へ行き、設楽にショートを譲り、その後いつの間にか日ハムにいた長岡と6ホームランで7打点の 1.1 倍打点のレジェンド村上。スワローズが育てた2人の選手が海を渡るようだ。なお複数年のせいでこの成績で年俸6億円の村上をどうぞどうぞと球団は送り出した。14年目、1000日に及ぶパワー強化により長距離打者としての潜在能力が開花する。なんだか成長と衰えが一緒に来てしまい、能力の印象がガラリと変わっているではないか。打撃に関してはミートとパワーが伸びて、打率は相変わらずでも久しぶりにホームランを2本打てた。だが足に関してはさらに遅くなってしまう。鈍足でも守備の際は機敏な動きを見せたため、塁に出たら走塁用手袋じゃなくてグローブをつけて走った方がいいなどと言われる。早熟タイプの31歳、ついに自慢の肩に衰えが見え始めていた。それでもキャッチャーとして22試合に出場し、感覚が鈍りながらもマスクをかぶることが増える。その理由はあの郡山さんの衰えがあったからだ。37歳のレジェンドは怪我で2軍に落ち、そのまま終了。打率は1割台でホームランはたったの1本と、あの頃の姿が全く見られなかった。越えられなかった壁だった先輩の衰えを見て、設楽は再びの勝負に出ることに。15年目のキャンプ、レガース姿で登場した彼に報道陣の多くはカメラを向ける。そう、諦めていたキャッチャーへの本格的な再転向だった。ショートからバッテリーを俯瞰で見ていたからか、配球面でも進化するなどコンバートは順調である。かつての感覚を取り戻して動きは切れているが、肩は衰えつつある。そして開幕からスタメンに設楽がいたが、後半は彼からポジションを奪った男がいた。郡山先輩だ。設楽の捕手再転向に燃えた男は
打率こそ1割台だったがスタメンを奪い返した。結局投手陣からリード面で信頼される郡山が76試合と設楽よりもマスクをかぶる。設楽はどこか諦めきれなかったキャッチャーでのレギュラーの座を狙いに勝負に出たが、83試合と出場試合数を減らしてしまった。打率は2割2分4厘、ホームランは2本で実力を発揮できず、彼のミート力やパワーを考えればもっと打ててもいいはずだが、やはり彼は守備の人なんだ。一方でショートは望月が成長し、三拍子揃った選手としてチームを牽引する。望月の登場でもうショートには戻れなくなってしまった。衰える設楽は捕手として野球人生を全うすることを決める。そして古田2世と言われた38歳郡山先輩はこれだけの余力を残して引退を表明。そのまま郡山監督が誕生し、スワローズを率いていくことになった。16年目、じわじわ衰えているものの打撃守備ともになんとか高水準をキープ。郡山が引退したため設楽が全試合でマスクをかぶり、33歳にしてツバメの正捕手になったと言っていい。だがここまでショート、捕手と負担の多いポジションだったため体にダメージがたまり、シーズン中も小さい怪我や痛みを抱え続けた。どこかで爆発をしなければいいが、設楽は自慢の守備でゴールデングラブ賞を狙っていくが、郡山から最強捕手を継承した立山が球界に君臨する。17年目、打撃のうまさと守備の安定性でこのシーズンも正捕手として起用されている。なお打撃がうまいのは練習のみで、実戦では打率が2割1分6厘と全然力を発揮できない。そして膝がボロボロになっており、毎日のように痛み止めを飲みながら戦っていた。肩は衰えても送球の正確性と足さばきでカバー。盗塁阻止率4割3厘で阻止数ならリーグトップである。スワローズは郡山、設楽の後釜を育成しだし、リード力に定評のある藤代を20試合で起用。設楽から藤代へ世代交代をさせるようだ。18年目、やはり膝がボロボロで序盤から痛みに耐えて33試合に出場するが、夏前には試合に出るのがかなりきつくなり2軍に落ちて一旦治療に励んでいた。その後も2軍で若手に混じって出場するが、1軍に呼ばれることはない35歳設楽である。チームの正捕手は打てて守れる佃、藤代への世代交代は何だったのか。ルーキー大橋も台頭してきたり、郡山監督によるスワローズの捕手育成力が半端ではない。19年目、2軍で打ちまくっていたら若者たちを押しのけて1軍に昇格だ。しかも3割を打っており、置いて打撃がうまくなる。アウトになる打球も質がいい。もう体もボロボロ、肩もかなり弱くなるが、打撃が絶好調になり46試合に出場した。打率3割3分8厘という数字も短期間ながら頼れるバッティングの印象を与えてくれる。だがシーズン終盤に怪我で2軍に落ちてしまい、スワローズの優勝の輪に加われなかった。来季は最後まで1軍に帯同するため体のケアを怠らず新しいシーズンに臨んでいく。20年目、オープン戦で猛アピールする設楽。ホームランを打ち郡山監督に猛アピール。打球に手応えも感じている。昨年と同じく打てそうな気がしていた。だがシーズンが始まれば怪我の連発で彼が1軍に上がることはなかった。2軍でもほとんど試合には出場せずにコンディション調整の毎日になってしまう。チームには25歳の大橋という超強肩捕手がおり、設楽は必要とされなかった。そして彼は郡山監督と話し合い現役の引退を表明する。ドラフト開始名ながら20年にわたりプレーし、ショートキャッチャーと守備の要として活躍。引退後は2軍の守備コーチに就任して正捕手大橋の陰に隠れる若手キャッチャーたちをガンガンショートへコンバートさせていったとか。設楽健斗、高校ナンバーワン捕手としてプロ入り。ドラフト6位まで指名がなかったことや郡山の存在のせいで自信を喪失するスタートだった。ただ守備のセンスが凄まじく、あっという間に鉄壁の守備力を手に入れる。
しかし郡山の壁が高すぎてショートへコンバート。そこからはゴールデングラブ賞の常連へと進化した。ショートでも代表的な選手だったが、彼は32歳で再びのコンバートを実行。正捕手になれた時代は短かったものの、球界で類を見ないコンバートを繰り広げた彼はまさに正捕手を諦めなかった男だった。